今日もプロにお世話になっております。広島のこの平和ツアープロ、やはり今日は大体ですか。まあ、そうなんですよ。平和をフリーダムな感じで、はい、ここはもう爆心地から 1.5 メートルぐらい離れてて、 1.5 メートル近いじゃないですか。 1.5 キロですね。あ、失礼いたしました。死んでますよ、 1.5 メートルはあなたと私の距離ぐらいですから、このカメラのお願いします。プロ、もう一回最初からやってください。ここはですね、爆心地から 1.5 キロメートル離れてはい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 、まあ、1500メートルですね。まあ、はい、ついちゃうと。まあそれで、まあ今ここにいるのは本当閑静な、まあマンションだったりお店があったりっていう、もうよくある街並みですね、普通の。そうですね。はい、広島とは、まああんま思い、印象がない思いないような場所。でも、まあ、すごく嫌な、はい、嫌な感じのものがこちらの方に見えてるんですよね、私。あ、そうなんですよ。まあここは、まあ一周ぐるーっとしてみたり、他のとこ歩いたらわかるんですけど、はい。案内板というのか、はいはい、一つもないんですよ。よく、原爆のところにいつもある。そうです、そうです。そういうものが一切ないんですよ。はぁ、それは、なぜなんですかね。いや、多分というか、まあ、ここ自体なんか、もともと、広島大学のキャンパスが向こう側にあって、その、あれは広島大学なんですか？そのキャンパスか、その近くの建物か、まあ、この近くに、ああいう、あれもそうですね。で、その敷地内なんですよ。で、ここも後の広島大学になる、前の校舎っていう、あ、後の広島大学であるはずの校舎。ああ。中国高校になったっていう場所なんですけど。へぇの公園が合体してるような場所で、あで、なぜかこれがそのまま残っているっていう。これだから残してるわけですよね、結局はね。これがちょっと微妙なんですよ。え、もともとは再開発をするためになんか、そういう予定があったらしいんですけど、はいはい、まあ、取り壊しの予算とか、まあ、もしかしたら住民の反対もあったかもしれないんですけど、はい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 、だから平和利用とするにアピールもないし、だかといって取り壊して何か別物を作るっていうことでもなくっていう、はー、中途半端な状態で残ってるんですよ。はー、広島市が平和利用というか、そのためにアピールするんだったらもっとちゃんと整備したりとか、まあ、他の、まあ、モニュメント、でもちょっと多分距離も離れてるし、まあ、僕ら自転車で今日移動してるわけですけど、はい、やっぱり 1.5 キロっていうと、はい、まあ徒歩ではなかなか来れない場所ですよね。しかも観光客の方々は来ないですね、間違いなくここには。まああまりこの今日すごいいい天気のあれですけど、そうですね、こっち何にもないですからね、これ。こんな広大な土地にすごいお粗末、この違和感が。そう、本当真ん中なんですよね。向こうなんて本当高層マンションとかが並んでて、うん、ですね、もうこの周りも草も刈ってませんね、全然。これはなんかこの本当に放置プレイなんですよ、この辺りは。だからこそなんていうか、でも国立大学財務経営センター所有地っていうのが書いてありますね、この辺は。広島の、まあ、国立大学なんで。広島、あ、そうか、広島は国立大学なんですね。はい、そうなんですよ。ああ、まあ敷地内なんで一応、いや、東京になってますね、これやっぱり。これ、本当だ、東京だ。これ財務省の管轄の独立行政法人なんで、はいはいはい、こういうのを、これは多分ちょっとまた強烈な批判になってしまうかもしれませんが、結局広島県、はい、そして市に丸投げでしょうね、これ。あ、それでどうにかしろと、まあ予算国はまあ、はい、ね、都合のいい時だけ地方を使って、はい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 、何もしてくれないんですね。そうですね、そこがまあ問題点であり、まあ、だから広島市が何かできるような問題でもではないですね、ないですね、まあ、予算だったりとかいろいろ、まあこれは取り壊すとしても大変な労力がいりますしね。そうですね。で、その後は土地をどう利用するかっていうのは、いや、これはどうにも利用できないでしょう。だってこれだけ周りに土地があるんですから、全部が結局は、はい、大学の所有地、大学というか国立ですから、ね、国ですよね。そうですね、要するに国立。だから本当だったら国が面倒を見るべきなんでしょうね。そうなんですけど、まあ何もできてない。まあこう秘密もだからって広島市がどうこうできるわけでもなく、ただ建物だけが放置されてるっていう、不気味だから、不気味なんですよね。そうですね、これはだからその、はい、
異質、はい、非常に異質な世界観があって、人も、はい、まあ来れないというか、そうですね、来ない。例えば原爆ドームなんて完全にそれを文化財として残してる感じ、まあそれはもちろん素晴らしいことですけど、でもその一方でこうやってただ放置されてるだけで利用されていないものがそのまま残されているっていう、まあ違和感ですよね。ディープな、本当にディープな世界観、はい、ですね、これはね、ちょっと本当絶対生で見てほしいぐらいこの嫌な、だからこそ私たちが来てるんですね、これは、はい、相当大きいですかね。今一周ぐるっと回ってきましたけども荒れ果ててるこの感じがまさに日本の今の国の現状をあらわにしていると僕は思いますね。そうですね、ハードにちょっとハードパンチに、まあ、その通りです。ちょっと言わせていただきますけど、今日はここが、まあ、もう日本の置き去りにされていくと、はい、今の福島だったりとかね、はい、原発の問題もまさに同じ、中央は地方を捨て駒としているという、まあ、強烈な一言を私は吐きたい、あえて、はい、こういうことをやってるからこの国は全く良くならない、お子さんも遊んでます、でも何の多分意味もわからないでしょうね、こういう建物、古い建物があって、ワンちゃんも走ってます、生活に溶け込んでる、溶け込んでるけど明らかに溶け込んでないですね、この建物は明らかにあの危ないですもん、だってあれ窓も割れてるし、これなんか地震とかあってここで遊んでる子供たちにっていうのはありえますよ、これ簡単に、ありえます、ありえます、これ特別な修復とかもほとんどもう途中でやめてますからね、上の方とか誰かが、人が投げたりしたりしてはないんでしょうね、この悪さ。まあそれは国に対する、はい、あのちょっとね、少しアンチ的なところをでやってるとは思いませんけどね、私は、まあ、私だったら、あの思い切ってやってしまう、今すぐにでもやってしまいたいところですけど、みんな、まあ、知らないでしょうし、なるほど、そうなんですよ。じゃあ、プロ、はい、カメラの前で、それじゃあ、思いを最後にぶつけてください。はい、あのまあ、ここは、まあ、日本の、まあ、地方都市ですけどね、それでボスズ残されてるっていう、まあ、地方の。と国の矛盾ですかね。やっぱりそういうのをもっとみんなに考えてほしいなと思いますね。なるほど、それはやはり国主導ではなかなかできない、はい、中途半端に地方の中に投げられてしまってる現状ですよね。それで民主党がまあ地方に権力を移住しようとか、はい、ね、地方分権を掲げてますけど、はい、本当にもう高層ビルですよ、はい、そういうのが立ち並ぶところの、まあ都内でしたらこれはもう本当に憩いの場所ですけど、はい、人はやっぱりまばらですよね、ゴールデンウィークのこのちょっとまあ草むらとかも荒れてそう整備されてないですね、ちょっとやっぱりそれが、錆びれた感じ、それがだからまたこのディープさを際立たせるということでしょう、はい、うん、そうですね、プロ今回も、はい、ありがとうございました。貴重な場所。いいえ、こちらこそありがとうございます。皆さんにも、やはり、十分に考えていただいて、足を運んでいただきたいですね。はい、ぜひとも来ていただきたい場所ですね。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。